早や正体、谷おついのしし、山路中七。中列、谷寛衛、谷敵、山田平左衛門、吉本幸夫。後列、片岡健吉、真部正清、西山栄、北村重より、別府被告郎殺土倒幕の密約記念碑、北村重よりの活躍が刻まれている、京都市東山区、北村重より明治11年3月2日は、日本の武士。 春将大使、陸軍軍人。通称は長兵衛。高下二年、土佐藩士、北村五兵衛の子息として、高知城下塩江に生まれる。高貴下団で親友の人物で知られており、明治元年の蕎麦、伏見の戦いの鞘夜法隊長であったが、山田平左衛門や吉松足之助、山地元春ら参戦論者と共に判明を無視して、薩長陣営として参戦する。後、 板垣大輔の配下の早正太使として、甲州勝沼の戦いや大宇各口の戦争に参戦し、8月の会津戦争では大いに先行を挙げた。外戦後は、中老閣となって200国を活用される。明治4年、御神兵設置にあたっては、陸軍少佐、さらに翌明治5年には、陸軍中佐に任官した。政界で、政官論争が起こるや、 板垣や西郷隆盛の命により、別府新助と共に、朝鮮を視察したが、明治6年10月、政官論の破裂をきっかけに、この得体を脱退する。同年11月には、勇士と共に、海軍技者を結成したが、間もなく谷敵の仲介によって陸軍に復職する。明治10年、西南戦争勃発に伴い、 郷里高知も立志者や古勤農派の挙兵計画によって民情不穏となったため、同年7月、政府の命を受けて佐々木隆行と共に高知勤部に当たった。明治11年3月2日、高知で死去。去年 34? ありがとうございます。